皆さん、マムチャンネルが始まりますよ前回のたまちゃん、ご覧になりましたかお前なんかもらったやつ持ってきたんや <laughs> 中野字が入ってたりして、そんなわけないですよどたちの予想です闇中華、見て闇中華じゃん、街中華ですよマムちゃん、今回も楽しみにしています いや十日ぶりだよね十日ぶりでどうもどうもお変わりなく同じ,同じ衣装着た。ええ、今日合わせてきたんですよさるまたも変わってない,てい <laughs> <laughs> 履きっぱなし <laughs> そうなんですよね師匠前回はちょっと私がやってる番組のマ中華でやろうぜ、うん、まあ師匠風に言えば闇中華でやろうぜ、うん、<laughs> ね、そういう話で師匠の中華屋さんとの思い出話というかは そうだ訪ねようとしたところのご主人が1週間前亡くなってその仕事はなくなるのかなと思ったら行ってみたってですよね向こうへ来てください。来てくださいっていい話ですねそれでね祝いを前にしてね隣近所の人がね「あじいさんはこうだああだった」とか「味が良かった」とか「悪かった」とか「女の恥ずの女にモテたよ」とか「奥さんが何よ」とか何か言ったりだでワーワー言ってで結局最後リンを鳴らしてね えー、成仏してください。ちんちんって鳴らしてみて。ね。<laughs> そう。っていうふうに終わったのよ。えー、素晴らしい終わり方ですよね。そしたらね。えー、聞いてる人もあれが供養だ。そうですよ。うん。それであの後でね。え、うん、六輔さんに言われたんだけどね。うん、はい。あの人間は二度死ぬっていうの。二度。ね。はい。あの。 要するに一回死ぬっていうのはあの本当に死んだ、ねはい、あの息をしなくなった心、ね、臓が止まった時、うん、それから話をしなくなった思い出さなくなったのが本当のだから供養とか、ねはい、あのお線香とかお花をあげるのが供養ではないよその人の話を思い出してあげることが供養だよ、はい、その放送だったんだよあれは。 あれでいいんだよあれでね言ってあげて奥さんも元気になって町内の人も亡くなったお父さんのことをいろんなこと言ってくれてそれでお父さんはあの世で喜んでるよあれでいいんだよあれが成仏になるんだよっていうふうに言われてねああ俺ラジオっていうのはそんな力があるのかなっていや今の話聞いてもやっぱ素晴らしいと思いますねそれはすごい力だと思います。 俺のラジオ聞いてなんか「これがねしょう」「<の>結婚」いや「離婚,と離婚しようと思ったっ」「かさんといや聞こうと聞,聞,いて聞いたことが原因じゃないですよ」はい「かみさんともつまらないことで夫婦喧嘩してもうこれは駄目だともう離婚するぞ」っていうぐらいな大喧嘩になっちゃってそれでかみさんとじゃあ離婚のあれを、うん、届けに行こうみたいな話で車乗ったんですよもう険悪な空気でその時ラジオつけたら師匠のラジオが流れてたんですよ。うん そこでうゆゆりちゃんってややるミュージックプレゼントそうしたらもう爆笑なんですよもう現場でもうおばあさんとかおじいさんとかいじっちゃって俺たちはもう険悪なのにもうこっち険悪なんですけどもかみさんも俺も嫌な気持ちだったんですけども聞いてたらプーって笑っちゃって「<laughs> これバカバカしくなったね」っつって <laughs>、はあはい、それで離婚とどまったんですよ。 やめようもうこんなことはっつってこれはお前たちよくさ公募、えー、で話してるけど本当の話本当なんですよこれ笑って暮らした方がいいやっつってはい えー、いやな辛い時とか悲しい時とか、えー、嫌な時とか怒った時はこういうことで笑っちゃい、えー、笑い飛ばせこういうことあるじゃないかってことかそうなんです今でもご時世としてはそういったことも不謹慎だって言われちゃう世の中になっててそこはちょっとこう寂しいなっていうなんかこう笑っていいじゃねえかっていうところも あると思うんですよ。悲しい時こそ笑わなきゃいけないっていう時もあると思うし。辛い時こそ、やっぱ笑った方がいいと思うんですけど。今笑うことは逆に不謹慎だとか言われちゃって。こうなんかつまんない世の中だなっていう風な感じてますよ、ね。ああ、たまも感じるか。ああ、いや、まあ、師匠も、やっぱ、それはあんじゃないですか。えー、例えばね。えー、あの、ジェンダー問題ってあんまないですよね。一体ジェンダーどうなってんだっていう、ね。う <laughs> バカバカしいけどね。<laughs> <laughs> 例えば俺がねうる、ん、せえなこのババアとかくたばり底ないとかね賞、うん、味期限切れてるような顔しやがって佃煮みてえにや、ね、固まってやがってとかっていうのも今や差別とか区別の問題で言われるよな、うん、言われちゃうんじゃないかなって僕不安なんですよいやだから俺ね、えー、まあ今でも講演会でもどうで言ってことは NHK でもババアって言っていいですよなんて言われてんだけれども、はあうん、でもそういうこともいずれ規制されることはあるね。 うん、あると思うんですけど。ということは俺以外の人が言ったらもうだめだな。だと思いますね例えばこの間のオリンピックの開会式のところで演出で、まあ、女性のねタレントのことをなんかちょっと部<あ>別的なことを言ったって例えば彼が確かにポジションとしては。はき<ー>、まあ、かなんかにしたって。まあ、かそうですね。ポジションとしてはすごいいいところにいる人はもしれないんですけどやっぱ。 言って許される人と許されない人っていると思うんですけどあの人はポジションとしては言っていいのかもしれないでも言ってもそれがシャレにならなかった人なでも師匠は絶対それシャレになっちゃったり笑ったりしちゃうじゃないですか言われた方ももうギラギラ笑っちゃうしそれは俺のね、えー、生と美貌でやっぱりそれなんだよだからこれは他の人はかなわないよ見えないとこでなんか裏金渡してとかそういうことじゃないですよね小遣い渡してとか <laughs> 見えないからいいんだよ見えちゃダメなんですよ だからやっぱりね <laughs> その人の人柄とね、えー、やっぱり過ごし方だね今までどう過ごしてきたかっていうことが、はあ、だから今でジェンダー問題でいろいろと元総,、ね、総理大臣やなんかもいろいろあるよね,よねああいう人もああなってるっていうのはやっぱり普段、えー、やっぱり嫌だなあの人はどうしてああいうこと言うのかなとか<あ>人間的にねちょっとね,ね言っちゃいけないことだって言われてんですよです、ね、だからやっぱり許せないんだよ。 だからああいう時になるわけねだけど俺の場合にはやはりその知性と美貌で許されてきたっていう欲しかったっすね知性と美貌が自分もだからそれはないんだから永久にそういうふうにでもあの中華で闇中華で町中華町中華そうとも言うけどそれでものばば」とかなんか言ってないのまだまだ「バば」言えないっすね えー、え言いたくなる時あるいやそれはありますよね <laughs> あと酔っ払いのお客さんがすごいいるので <laughs> そこら辺にはもうもうじじって言ってもいいのかなって感じなんですよねうるさいなこのっていうようなことは言ってもいいと思うんですよね、うん、いやだけどね,ね言えないよねなかなかいいねこれ。 こ師匠もでもそれは言えるようになった時っていうのがやっぱ若かりし頃あったってうじゃないですかお母様亡くなった時のね。でおふくろ元気だったのにねこの年寄りは元気ね死んじゃったのにこの年寄りは元気でおふくろはたぬきばばって言われたけどこのばば元気だなって言ったのが結果かだって言うんだけどねだけど俺としてはね今考えるとね思い切って言うことがいいんだよ。 うるせえな、このババアって言うんじゃなくて、<laughs> うるせえな、このババアって。はっきり言うと、ストレート殴られたように、向こうは気持ちがいいんだよな。<laughs> うん、そうでしょうね。だけど、これこそ。気をつけないと。<laughs> そうです。今は現地、ね。<laughs> 言ったことが。ね。あの。取られるから。<laughs> 録音もされてるし。<laughs> 生放だから、よく。生放送でね。<laughs> 今、あの、ラジオやってて。ラジオ。そうですよね。ラジオなんて、一番危険な。 危ないメディアだよなですからね取られちゃいますもんねそうだろう後から聞けるしうん、えー、いやだからそんなんでね、えーえー、タマを今 TBS ラジオは使って中華でも人気者になってっていうのはね、えーえー、やっぱりそこになんかあなたの生き様があるんだよへえー いくらねあの乱暴な言葉とかねそれからあのえ飲みながらやっ普通飲みながらなんて仕事普通姉の本当に飲んでああほ飲んでんですよお前俺のさラジオやってるところへ23回来たろそうですあの時赤い顔してあれ2日酔いですバレちゃうそれでさ俺がさ「おい自分の名前言ってみたら「玉袋でブルブルブル」だって朝早いんだもん師匠の番組。 そんなのお前に関係ないじゃないですか。でよく酔っ払ってくるよ。いやだって <laughs> それもタクシーで来たことだったよな。近所ですからね師匠が、はい、来たらやっぱりそれはえパトロールに行かないといけないっていう。いやだけど近所って俺は知らねえんだからね。い,いや本当にでもそれは嬉しかったです。えー、いやそう、えー、だけどもなんていうんだろう年も違うよね。はい、だけどもあの師匠でもないのにそうやってね、えー、来てくれるっていうのはね、えー、本当俺もね。 力になるんだよあ,あ,あ俺より若い連中が俺を分かってくれてんのかなねああそれはね本当にねでいろんなところで俺のこと言ってくれてんね <laughs> でも師匠あれじゃないですかあの MP でミュージックプレゼントで中継行くと最近全員「バ場」っつってる人が年下ですもんね。 ね、<laughs> で師匠が一番年上じゃないですかあれも聞いててこっちは笑っちゃうんですよあ,そうあんたが一番年上であんたが一番じじいじゃねえかっ,って。<laughs> はて、い、師匠聞こえてないから言ってるんですよこっちはスタジオで <laughs>、ええ、それはねいつまでか越しゃゃったじゃないですか<う>年齢をそうなんだよな <laughs> すごいだから俺ね90になってね、ええあのー、うるせえなこのパパって言ってみたいねいいっすね,ね、ええ、80の。 頭も違う。<laughs> 頭もしたの、うん、<laughs> ね。向<下>こうだってあんたに言われたくないこのじじいって言いたくなるよね。<laughs> いいっすね。はい。だけどまあ俺のでもねこれはね毒、はい、マムシっていう名前で背中をされてんね。うん、ああはいはい毒マムシ三代よと名前ですね、うん。そうそう押されてる。えーえー、だから玉袋っていう名前で、えー、あのも いろんなこと言えるってことあるんじゃないはでも師匠も最初もらった時この名前ちょっと参ったなとかそういう気持ちはなかったあるよ,ありますよね。だってうちのおかみさんに半年も言わなかったんだからすごいそやすごい,すごいうちのお袋にも言わなかったあ言わなかったですかいやなんやこんなの僕もやっぱり玉袋筋太郎なんで人から変な風にまあ一応それはギャグで言って笑いを取ってたんですけどでも両親だけはあれだったんですよいい名前だなってってくれたんですよ<え>はい、あ。それがもう あれです僕今まで続けられてる原動力なんですよねじゃあお父さんお母さんはこの名前でお前ね普通ね両親で自分の息子にね玉袋つ筋太郎なんてつけられた偉い本名なんていうの僕赤井雄一って言うんですけど赤井は 赤江赤江かはい赤江雄一です面白くなんともない名前だねそうなんですよ面白くなんと石井雄一に負けますけどはいやだけどね本名毒クマ虫ですかって言われた時はバカやろこんな本名じゃ本名が師匠でもあれじゃないですかもう芸名の方が本名を超えちゃってるじゃないですかキャリア僕もやっぱあれなんですよ芸名の方が本名よりキャリアが長くなっちゃってだからつけたビートたけちゃうんだろう師匠なんですけど たけちゃんが、やっぱり素晴らしい男子と似てるじゃないですか。いや、もう本当ありがたい名前ですよね。ねえ,ええ、それを、そういう,うにした玉袋、ね。藤太郎。偉いよ、だから。いや,いやいや、それ、あの、普通女の子言いにくいよ。ですよね、だから、それこそさっき言った言葉狩りで言ったら、一番先に言葉がれされますよ、僕。名前自体がセクハラですから。だって,だって、女の子、言う、言ってくれる。いや、言ってくれないですね。<laughs> だからそれでもあれですよ俺のせがれもいたってこと考え奥さんはかみさんもあのせがれの学校とか PTA の会では全部隠してましたはいああ <laughs> おしまいそれはせがれは永久に隠すか <laughs> しかしもうお互い毒まぶと玉袋褒め合っちゃって <laughs> まあね素晴らしいよいやし塩野が素晴らしい <laughs> 負けました本当に。 気持ち悪い <laughs> マムチャンネル <laughs> 人生笑っちゃえ <laughs> 元気でまた会おうな <laughs> くたばるんじゃねえぞ